言い換えろ。ではね、今回はね、MacBook の方で Arduino IDE をダウンロードしていこうと思います。はい、ではね、Arduino の公式ページを開いてもらって、これですね、MacOS X ってやつを押していただいて、で、ここ出てくるやつ、これ何かっていうと、お金を、あれですね、寄付してくれますかってやつなんで、もしね、寄付したい人がいたら、この辺で、いくら寄付するっていうのを選んで、こっちのダウンロードで、まあ、今回はねちょっと試しなんでね、ダウンロードするだけだよっていう人はこっちのジャストダウンロードっていう方を選んでもらえれば、特に何もなく、ダウンロードできると思います。で、今ダウンロードしてるんでね、ちょっと待ちましょう。ではね、できたみたいなので、展開をして開いていきましょう。こちらですね、こんな感じでね、無事ダウンロードされたと思います。で、このままだと、ここですね、ここに、Arduino がいるだけですので、こちらアプリケーションの方に移してあげましょう。はい。で、そうすると、ここですね、アプリケーションのところで開けるようになりますので、まあ、探しやすくなるという意味で、こちら、こういうふうに設定しておくとやりやすいでしょう。はい。ではね、これで、MacBook の方で、Arduino IDE のインストールの方法についての解説は終わろうと思います。では、次の動画で。言い換えろ。